アイブルはヤマハ発動機が日本国外で生産を行っているオートバイである。2011年現在は 125cc と 250cc の2車種がある。アイブル125は2000年に発表された。当初はブラジルにおいて圧倒的なシェアを誇る。ホンダ CG125 への対抗車種としての位置づけで、現地の工場で生産が行われ、非常に好評を得たことから125。 CC クラスにおける世界戦略者として位置づけられるようになり、2002年には中国、2004年にはインドでの生産が開始され、その他の国でも部品供給によるノックダウン生産が行われており、欧州を含む世界的な規模で販売される車両にまでなった。なお、カイグレードはヤマハ IB の名称を継承する形で YB125 として販売されている。 車両に積まれているエンジンは2000年に新設計された空冷短期筒 OHC4 サイクルエンジン 123cc だが販売値によって使用、装備、スペック、車名が大きく異なりフロントカウルの有無、ブレーキ方式、キャブレーターと燃料噴射装置の違いなどがある。変わったところでは中国で発表されたフロントカウル仕様のアイブル125点剣。 オフロード仕様のアイブル 125G アメリカン仕様のアイブル 125SP アイブル 125G に、ウィンドシールド、大型のタンクシュラウド、キャブレターヒーターを装着したアイブル 125KG などがある。なおエンジンにはバランサーが搭載されており、振動は他の短気筒オートバイと比べて少ない。燃費も良く、11リットルの燃料タンクと、相まって400から5 0 0トルの長い。 後続距離を実現している。欧州向けモデルは欧州排出ガス規制のユーロ3に対応するため2007年式よりエンジンにフューエルインジェクションが搭載されるようになり厳しい排出ガス規制をクリアしているが日本国内では当時の平成13年騒音規制における原付西クラスの非常に厳しい加速騒音規制により かつてのマジェスティ125と同様に並行輸入での販売しか行えない状況にあった。カウル付きアイブル250はアイブル125の上位モデルとして発売された。この車両は2005年からブラジルで生産販売されている YS250 フェイザーと同一で、その後125同様に中国でも点検をアイブル250として生産販売されるようになり、 アイブル250として販売されているのはヨーロッパが中心である。エンジンはセロー250などと同型の 250cc 空冷単気筒エンジンが搭載され、燃料タンクはより大型の19リットル、タイヤも上位モデルということでアイブル125よりも太いものを履いている。ペルーをはじめとする南米諸国ではアイブル125をベースに濃厚、 牧畜用途での使用を想定したファームバイクとして改装を施された車種である YB125、チャカレーラが販売されている。フレームやエンジンはアイブル125にほぼ準じており、事実上ヤマハエジーシリーズの会社種としての位置づけがなされている。日本でもオートバイショップが独自に並行輸入したキャブ仕様の車両を販売しているが、2011年7月29日より、 ヤマハの系列販売店であるエスプにおいて、アイブル125-250が発売された。ただし形式認定を取得した、国内正規車両としてではなく、騒音規制の適用緩和が受けられる輸入車としての販売となる。なおエスプが公式に販売する車両は、中国の重慶建設ヤマハ有限講師が製造する、ファイ使用エンジン搭載車である。 ただしそれとは別にそれぞれのエスプ店舗が独自輸入したモデルが発売されていることもあり、ファイではなく、キャブレターが装備されているなど公式モデルと異なる、仕様の車両が発売されている場合がある。 インディアヤマファイブル125ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.ysp-members.com スラッシュラインナップスラッシュフォーリンスラッシュ YBR1252014 エスプトリいスモデル海外向けアイブル125ハットアイブル 125SPYB125 125の系統タツシモーターサイクルページありがとうございます